ラジオネームぶんなでる。あゆさん、うるせえバカこと松岡修造の野郎が自身のホームページで配信している応援メッセージという動画コンテンツでこんなこと言ってました。動画のタイトルは見かけで決めてしまうあなたにです。動画が始まると囚人服のような青白ボーダーの服を着た松岡修造がカメラに向かって、お前どうしてすぐ見かけで決めんだよと怒ってきます。そして、冷めてんじゃねえぞこっち見てみろと言って、たらし餅という山梨県の郷土料理が乗った皿を指差し、ホットケーキだろと言います。え、何何、たらし餅という郷土料理が乗った皿を指差し、ホットケーキだろと言います。はい、直後、隣に座っているエプロン姿のお母さんに、これホットケーキですよねと小声で聞き、違いますと言われるや否や、それをかき消すかのような大声で、違うんだよ見た目で決めんなっつっただろうと怒鳴ってきます。おいバカオカ、感情入り混じりすぎだろう、情緒不安定か。そもそもな、わざわざお餅を出していただいてるのにホットケーキだと決めつけ、その店をなかったことにし、挙句動画のタイトルが見かけで決めてしまうあなたにって失礼極まりないだろう。錦織圭のエア系で股間を打ち抜かれた後、ウィンブルドン叫べ。ちょっとあなたのメッセージはな、長い長いです。え、ラジオネームモンド。和製デイブ・スペクターさんことテリー伊藤さんが今週のスッキリで今年の紅白のサプライズゲストについて、レディー・ガガさんがいいですねって言っていました。は、レディー・ガガさんなんて呼んだらな、小林幸子と被って紅白で、紅白だかなんだか仮装大賞なんだかよくわかんねえよ。紅白のサプライズゲストは有吉さんに決まってるだろう。白い雲のようにを歌いながら、メガ幸子さんに向かって感謝するから、あんたも一緒にスッキリしろ。できるわけないでしょ。なんてこと言うんだよ。どんな紅白だよ。いや、メガサチコにしてみればもうガンシャというかもう目薬程度にしか思わない。でかいですからね。俺もやっぱ37歳のやっぱり射精量になっちゃってるから、いや知らない、18ぐらいの時の感じじゃないよね。いや知らないですよ。少なくなった勢いは少なくなってんだな。UM さん、石丸の長方形、癒しのジャージー牛こと優香が年賀状もうそう、ちょっと待ってください。頭が一番面白いんだよな。ちくりはね、あのね、そんなでもない。癒しのジャージー牛こと優香が年賀状作成ソフトの会見で、これまでは仕事の関係者には着物を着た写真を送っていて、プライベートの友達は20枚ぐらいですけど、全部手書きだったんです。その年も、その年の干支も筆で書いていたんです。でも黒い筆だからどうしても地味になるんですよね、と言ってました。おい、ホルスタイン、プライベートの友達20人だと？それは地元に友達が一人もいない我らのおまんじゅうこと有吉さんへの当てつけかよ。かわいそうと思うならな、乳首に墨汁塗って、チクタクを取って、有吉さんに年賀状送ってやってください。お願いします。お願いします。テンションがおかしい。最後のお願いしますメッセージなの。FM 長野、おなきち、陰謀の天使こと小島春菜ちゃんが自身のツイッターで、これ言っちゃいけないっつってんだけど、ずっと言うのよ。アイドルが陰謀って、ダメ、アイドルってさ、陰謀生えてるって思われたくないじゃん。だってそこかな。パイパンでしょ、やっぱアイドルイコールパイパンだから。まあ小島春菜ちゃんもそれはだからパイパンにしているはずよ。もうリアルに想像しちゃうから気持ち悪い。陰謀の天使は小島春菜ちゃんが自身のツイッターで、たくさんのお花と愛犬の画像を貼り、こんなことをつぶやいていました。今日いただいたお花、クリスマスで可愛い。クリスマスで可愛いだ、お前ふざけてんじゃねえぞ。この世にお前より可愛いものなんてないんだよ。最近なんて色気が出すぎてて、いつ見たって脳殺されちまうじゃねえか。絶対一生応援するからな。そしていつか必ずお前の陰謀手に入れてみせるぜ。メッセージ何なんだよ、その大冒険感覚で。FM 福井太平、実写版俺の屍を越えてゆけの林家正蔵こと林家小武平の声に
効果からって言いました。逆ですよ。芸名がコブヘイとなったのは、次男の三平がお兄ちゃんは小太りだからコブヘイがいいんじゃないかと言ったのがきっかけで、本人はコブヘイという芸名に不満があったらしく、後にこのエピソードなどを挙げ、うちの親父は弟子の名前をつけるのが下手だったと言っている。はあ、芸なし豚男が何を偉そうなこと言ってんだが、お前なんてずっとコブヘイでいいんだよ。大丈夫かな。おいおい、これそれはもうあなたがブログで書きなさい。大丈夫じゃない。大丈夫かな。有田さん、サンドリの流行語大賞受賞者原田大二郎さんが、いや大賞取ったんですか。1年半ぶりにブログを更新した。それは興味がある。内容は劇団 NLT プレゼンツの新作喜劇に出演するというもので、長々と安い演技論を熱く語った後、長々とスケジュールと料金をしっかり書いていました。大二郎よかったなお前、みんなお前のこと心配してたんだぞ。これでホームレス卒業だな。稼いだお金で腹いっぱいうまい棒食べろよ。最後に大二郎、また選挙に落選して俺たちを笑わせてくれよな。あなたのイメージは間違ってるぞ。あなた大丈夫、大丈夫かな。ラスト怖いんだけど。 MMV ブヒードテト、大島バージン優子の野郎がフライデーでまたも下着姿を堂々と披露していました。おいおい、大島優子ちゃんよ、お前の下着姿はすげえ可愛くてエロいのはもう十分分かったから、ダブルCっていうブランドの高い割にお粗末な服しかリスナーにプレゼントしないこのラジオに、年末年始1枚ずつでいいから下着送ってくれないかな。ほんと頼むよ。それが嫌ならあっちゃんのでもいいからさ。執着してる。下着と陰謀への執着がすごい。すごいですね。そのメールは読んじゃダメなの。これになんで赤い丸がついてるのかよくわかんない。